仙台サポーターの祈りが通じた。1から1の後半41分、ペナルティエリア手前の三谷、に、石原からパスが渡る。直接行こうと思ったが、余裕があったので一回持った。左足で狙いすましたシュートは、ゴール右隅へ一直線。今日の勝ち点3は大きい。ゲームの主役は笑った。前節広島戦で8試合ぶりに白星を挙げた、勢いをそのままに。 最下位新潟を撃破するかに思われた。だが、前半は防戦一方、シュート0ポンと抑え込まれた。不利な形勢を一気に変えたのが、後半34分に出場したクリスラン。本当は、先発がいいが、1分でも10分でも出たら最大限の力を出す。5バックで逃げ切りを図る新潟を、猛烈な突破力で切り先37分。 左クロスで石原の同点弾をアシストした。4月30日の清水戦以来となるアウェーでの勝利にも渡辺監督は勝って OK ということは多々あると顔を歪める。前半と後半で別チームのような不安定さを見せたのは確かだ。一方で西村が言うようにみんなで話し合いながら修正できたのは収穫だろう。苦しみながら積み上げた勝ち点3。 この流れを次戦の札幌につなげることができれば仙台は上昇気流に乗ってくる。